オカリナを始めよう。第6回目。今回は25ページの長女と27ページの家事、29ページの聖者の更新に行きます。長女、これ88で指定になってるんですけれども、それだと難しいので、テンポ80ぐらいでやりますかね。じゃあ、ドレミで歌って指練習いきましょう。1、2、3、4。レシシドララソラシドレレレレシシシドララララソシレレシシシですがね、すぐできました。できなかったら何度も何度もやってくださいね。そして、この80でも早いなと思ったらもっとゆっくりのテンポでやってくださいね。なるべくちゃんとメトロノームで鳴らしてそれに合わせるようにしてくださいね。っていうのはメトロノームっていうのは自分以外の音を聞きながらそれに合わせる練習なんですね。でこれをちゃんと練習しているといつかね上達していろんな人とアンサンブルをやるときね、アンサンブルっていうのは、20奏だったり30奏だったりたくさんの人と演奏をすることを言いますけれども、その時にこうね周りと合わさないといけないですよね。でそれの練習になりますので、必ずメトロノームは使って練習するようにしましょうね。じゃあ模範演奏の方を聞いてどんな曲なのか感じを掴んでから、まあ長女はねそんなみんな知ってるから大丈夫とは思うんですけれども、このさ、右手の時とこう左手の時って転調してるんですよね。なのでちょっと雰囲気が変わってるんですよね。その辺をちょっと聞き比べてみて、この高い方のまあ、割とはつらつとした感じになってるんですけれども、それを感じながら練習してみてください。できるようになりましたか？じゃあ私と一緒にやりましょう。1、2、3、4。27ページ、家事に行きましょう。ドレミを歌って指の練習行きましょう。1、2、3、4。しれれしらそらしれしらし。私の模範演奏の動画をよく聞いてイメージを掴んでから練習してみてください。
これとても息が苦しいですよね。なので一小節ごとに息吸って大丈夫ですよ。他の曲もなんですけれども、一小節ごとに吸って、今はね吸ってもらって全然大丈夫なので、はい、じゃあ吹けるようになりましたか。じゃあ私と一緒にやりましょう。1、2、3、4。続いて29ページいきますかね。でこちらもね、2分の2で60ってあるんですけれども、右手と同じように4分の4でいきましょうね。これ難しいから、90にしてみました。これでも難しいかもしれないんですけれども、まあやってみましょう。ドレミを歌って指の練習ですね。1、2、3、4、ソシドレ、ソシドレ、ソシドレシ、ソシラ、言ったんですけれども、伸ばしてる時ちゃんと 1,2,3,4 で数えるようにしてくださいね。で、それが分からなかったらもう楽譜に 1,2,3,4 ってね、伸ばす、いくら伸ばすかって 1,2,3,4 とかね書くといいと思います。じゃあまた私の模範演奏の動画を聞いて研究してから練習してください。できるようになりましたか。じゃあ一緒にやりましょう。1、2、3、4。難しかったですか。じゃあ何回も練習して一緒に合わせるように頑張ってくださいね。でもこれでできるっていう人もいるかもしれないので、テンポ80にして挑戦してみましょうか。じゃあ行きましょう。1、2、3、4。できましたか。じゃあ
左手の指の練習は今回で終わります。次から、右手も左手も使ってやっていきますので、その16ページ17ページですね、そちらの音階練習をたくさん練習しておいてくださいね。じゃあ今回これで終わります。お疲れ様でした。